この動画は一人の少年と愛犬クイーンとの感動物語。いや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 、少年っていう年齢ちゃうやろ。毎朝休むことなく少年は愛犬クイーンと滝壺へ向かった。雨にも負けず風にも負けず冬にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れず、よく見聞きし分かり、そして忘れず。あー疲れた、もう疲れた、クイーン待ってよ、先行かんといてーな。もう疲れた、もうめっちゃめんどくさいやんか。足元悪いしさ、蒸し暑いし、もうお腹減った。いやいや、音声パパ、音声せっかくなりきって編集してんのに音声がなんか間違ってる。パパ、心の声が漏れてんで。何が雨にも負けず、風にも負けず、冬の雪や夏の暑さにも負けずって、お前、雪も風も何もないのに、ただただ山道で疲れてしまってるやんか、もう、心の声が、しかも何少しの野菜とかしか食べてない風に言うてたけど、お腹減ったってやばいやろ。なあ、パパ、帰りマック行ってさ、スタバ行こう。いやいやいや、お前の心の声も漏れてしまってる。お前、せっかくめっちゃいい雰囲気で、めっちゃいい感じのような動画やったのに、もうお前らクソ野郎か、もう動画が台無しや。なんでよ、王将食べたいって言ってたやんか。次は王将って言ってたやん。いや、もう動画、この動画と王将ってもう結びつかへん。もう全く真逆。もう、なんというか、この動画やったらせめて抹茶とかさ、わらび餅とか和菓子やったらわかるけど、お前、こんななんかこう、景色のいいところで王将ってありえへん。僕たちは休むことなく先を目指した。いやいや、何もなかったかのように、お前、さっきのなんか続きっぽいこと言うな、お前。お前、今、音声違って、お前、気づいてないのか？これ、編集間違ってんのか？あれ狂う波、一本の吊り橋、僕たちは。いやいやいや、あれ狂ってない。かなり穏やかやった。穏やかやし、吊り橋じゃなかった。もう、僕たちは、何時間歩いただろうか。いやいや、動画始まってまだ2分40秒。案外お前、山道入ってからすぐ撮影してるから、そんな時間経ってないと思うけど。山深い山。すれ違う人は一人もいない。少年と愛犬は力強く一歩一歩を踏みしめ、滝へ向かった。どんな滝？滝に何があんの？何しに滝に行くの？すっごい気になる。すっごい気になんねん、僕。だって、パパとクイーンちゃんやで。そんな何もないのに行くわけないやん。おかしい、絶対おかしい。僕たちはそれでもまだ先へ進んだ。やらなければいけない、しなければいけない使命がある。僕たちにしかできない、僕たちだけの大切な任務だ。なあパパ、もうすぐ着くで。なあ、今日何本持ってきた？何本持ってきたって何を？なんかまた心の声が聞こえてきたぞ。おいクイーン、お前も持てよ。なんで俺にも足すねよ。お前帰りしな、持てよ。絶対今日4本持ってきたわ。いやいや、お前らどういう関係？なんやねん、もう4本ってなんやねん。何持ってきたねん。もう会計見つかってんの？なあ、あのおじいちゃんとおばあちゃん、いくらで買う言ってた？もうすっごい嫌な予感がする。もう絶対すっごい嫌な予感する。あかんあかんあかん、もうやめろ、心の声やめろ。お前らちょっと気づけ。お前ら音声入ってる、早く気づき。このままやったらあかん、もう台無しや。動画が台無しになる。それにしてもクイーンもずる賢いことよう思いついたな。お前もほんま悪いやっちゃ。滝から流れてくる綺麗な水、ペットボトルに入れて、お前天然水や言うて売ろうなんて、まあ、確かにタダで流れてくる水売ったらお金になるけど、お前ほんま悪いやつやな。あかんあかん、もう絶対あかんあかんあかん、もう綺麗な滝が台無しや。お前ら何しに行ってんねん。そんなことしに、お前山の中まで行ってんのか。ほんまあかんやつやぞ。おい、お前組んでこいよクイーン。お前濡れてもいいやろ。お前組んできて。なあ、今回1本いくらで売んの？1本3800円言ってた？なあ、1本3800円やろ。3800かける4は4000円か。いやいやいや、アホすぎ。こいつらアホすぎ。もう計算できてない。なんでお前3800円かけるお前4が4000円やねん。お前おかしいやろ。お前らある意味すごいな。お前らようそれで今までやってきたな。僕たちは何時間も何時間もかけ、やっと滝にたどり着いた。いや、もう心の入れ替わりがすごい。もう
やばい、もう不安定やろ。お前絶対不安定やろ。大丈夫か。ここめっちゃ冷たい。めっちゃおもろいや。泳ごう。お前も不安定かい。もうお前ら心配や。ほんまにお前ら心配。お前らいつもいつも何してんねん。流れてくる綺麗な水、この水がどんな病でも治すという幻の水、幻の滝である。パパまだ慣れきってるやん。おもろいな。不思議ちゃんやろ。不思議ちゃんってことかな。だからお前ら編集間違ってるってば。音声入ってしまってんでな。お前ら音声入ってるからあかんってば。もうこれみんな見てしまう。どうしよう。もうあかん。早く削除しな。アイキンクイーンが何かを見つけた。まるでそこには神がいたかのように、何もかもが神秘的。ここは自然のものしかない。流れてくる滝の音、マイナス4、美しい景色。いるのは僕とクイーン。自然を感じ、自然に包まれているような感じだ。やめろ。お前のパンツ、なんでお前のパンツがあんの。お前絶対カバ入ったやろ。お前絶対カバ入った。お前パンツを取るな。お前何が自然のものしかないや。もうやめろ。ほんまに何に溶接してるの。もうやめなさい。もう早く帰ってきなさい。絶対買わかへんってば。もう絶対帰りパパのパンや。おいクイーン、絶対言うな。お前めっちゃスースーするやんけん。お前これでお前王将行くんかな。恥ずかしいやんけん。お前もしお前見られたらどうしよう。もうあかん、もうあかん。お前らほんまに怒んで。お前らもうどこも寄り道せんと帰ってきなさいな。早く帰ってきなさい。僕たちは1時間ほどゆっくりし、村へ向かった。村のみんなが待っている僕とクイーンの帰りを、まだかまだか、今か今かとずっと村人たちは待っている。お前らアホか。お前ら待ってんのはもう警察や。お前ら待ってんのは村人じゃなくてもう警察や。ほんまにもうお前らあかんで。もう今度からちゃんとしてな、パパクイーン。こんなクイーンちゃんとパパですが、いつも見てくださりありがとうございます。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、TikTok やっていますので、ぜひ、渡辺ボスで検索フォローもよろしくお願いします。今日も一日お疲れ様でした。また明日、楽しみにしていてください。透き通る、水たまり。僕は、あの時思った。パパパパ、なんか、パトカーがいる。パトカーがキラキラしてんねんな。サイレン聞こえへん？おい、早く逃げろ。早く逃げろ。終わりー。